はい、バイク&ハイクの宮永です。今日はゲストの方に来ていただきました、はい、孫崎さんです。こんにちは。一応軽く何やってるか、はい、はい、私も YouTube 一応やってるんで、はい、皆さんこんにちは、レインボートライアスロンコーチの孫ちゃんこと孫崎虹奈と申します。はい、バイク&ハイクさんには日体大時代からお世話になっていて、今は関東を中心にトランスロンコーチとして活動をしています。はい、ということで、このそんな孫崎さんに、今回うちで新車を買っていただいたので、その新車の紹介をしたいと思います。で、これですね、イアロロードになります。でメーカーはウィンスペースっていうメーカーですね。日本の方がやってるメーカーですよね、一応。そう、なんですかね、一応そうです。で、その中でもこれは T1500 っていうやつで、今多分現行は多分ロゴがちょっと書体が違うのかな、うん、で、ミニスペースの中で一番エアロのサイズがあります。で、これが、一番すごいのがフレームサイズが410サイズ、身長は、身長153センチです。はい、でまあ、多分140センチ台でも乗れますよね、うん、これ。そうですね、うん、こんだけサドル出してるんで。そうだから、エアロロードでこの、身長低くても乗れるっていうのが、しかもなんかフレームの見た目も全然破綻してないっていうか、すごいフレームサイズがちっちゃく見えないんですよね。そこもすごいポイントだなっていうところで。で、今回、ホイールの方もウィンスペースのホイールブランド、これちょっとまだ読み方がランでいいのかなって。ランだと思う。ハイパーっていう種類ですね。で、これは50ミリかな、ハイトがを選んでもらいました。で、これすごいのが、多分ちょっと映像だとわかんないんですけど、スポークがカーボンスポークなんですよね。リムが、そう、あ、これ、分かりやすく持ってきてみました。輝きが多分普通のステンレスとは違うと、まあ、ちょっとこれ映像だと分かりづらいんですけど、そう、カーボンなんです。ありがとうございます。で、これは前なんで、力がかかる左側が2本に対して1本、2本に対して1本という感じで、組み方もすごい考えられていて、後ろはまたその逆ですね。右が2本に対して1本。1、2、1、1、2、1っていう感じで、一応最小限のスコープで最大限力が発揮されるように作ってあります。で、なんかこのカーボンの柄というか、もうあんまり見ない柄で、すごくオシャレでかっこいいですね。なんで多分振動吸収性もすごい高いホイールだと思います。で、あとは、コンポーネントは、新型12速のアルテグラ半無線のやつですね。かっこいいです。ペダルはあれですね、和風のスピードプレイ、はい、どうですか、使い心地は。いや、私ずっと大学生からスピードプレイなんで、一択派。そうです、一択派です。すごい、という感じで組み合わせています。サドルはまあちょっとこれから決めるという感じですね。で、まあそんなこれの模様って元々なんですか。それはそうですね、カーボンの柄が、柄というかカーボンの編み編みが見えてる感じ。多分よく見る格子状のやつは化粧カーボンって言って、なるほど、まあ、これも化粧カーボンなのかもしれないですけど、でもおそらくこのシートがここで切り替わってるのとかも見えちゃってるんで、うん、化粧カーボンしない、あえてのおしゃれ感ですね。あえての、はい、無駄なことはしない感じだと思います。という感じで、はい、久々の新車ですね。そうです、久しぶりです。どうですか。いや、めっちゃ楽しみです。はい、という感じで、はい、今日はウィンスペースの T1500 エアロロードの紹介でした。なので、いいねと思ったらいいねと登録も忘れずによろしくお願いします。また次の動画で。